2014年7月クールドラマ総括その2、はい、続いてはテレビ朝日、うん、信長のシェフね、はあはあはあ、まあ基本的に僕歴史って好きじゃなかったんですよ、ね、ほうほうほう信長でも誰でもええやん泣かぬなら泣かしてみせようでも泣くまでも後でもどっちでもええやんと思ってたんですけど、はあはあはあでも見出すとね結構ハマってしまうし、うんうんうん、なんとなく歴史の勉強にもなるような気もするし、うん、面白いですけどね、ね、うん、でまあなんといってもね金曜ナイトドラマ枠から8時台に大出世、うん、まあだから数字的にもかなり期待されたわけなんだけど、はい、でも最終回でも 6.8 平均 7.3、うん、2桁は1回もなしと、うん、その時代劇が好きな人にしてみればね、うん主演がジャニーズですからね。なんかその辺の難しさというか。まあ、キスマイのね、玉森くんは頑張ってたしね。はい、で、まあ、なんと言っても、スマップの五郎ちゃんも。はい、ねえ、最後は結構美味しいところを持っていった感じもするし。ね、まだなんか続きそうな感じはしてるんですけどね。そう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 。うん。まあ、なんだかんだ言ってもね、本能寺の変を見せないことには。そうですよね。ねえ。うん、ただまあこのあたりはね原作との絡みっていうのも当然あるわけで、はいうん、まあ今回の連ドラではここまでと、うん、だから最後はこれ劇場版であるかも連ドラでやってほしいですけどねであとテレ朝系列といえば匿名探偵、はい、1回目パッと見た時にね、うん、その事務所を移転してたじゃないですか、はあはあ、前のストリップ小屋でいつも出てきて3人のお姉ちゃんがおったじゃないですかあれはどうなるんだろうかと、うんうん、でもちょっとしたお色気は必要じゃないかなと思ってたらなんか今回ちょっと無理ありましたよねあのお色気ねそう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 ね、うん、まあいろいろと自主規制してしまったのか、はい、っていうのもねまああそこにいた隣のお姉さんっていうのは、はい、知る人ぞ知る AV 女優であそうなんですか、うんうん、まあだからどっちかというと服を着てる姿を見る方が新鮮っていうまあそういうネットの噂もあったくらい、まあ、中にはほんのあの服を着てる姿を見て興奮してる人もおるってことなんですね、ねうん、珍しいからすごいなうんで、テレビ朝日では、あと一本、ゼロの真実、監察医松本真央、はい、あの、武井絵美ちゃんがね、はい、お天気お姉さんの時みたいに、くすりとも笑わず、シリアスな雰囲気で押し通した、はい、これはこれでよかったんだけど、うん、ただ、ああいうのを見せられるとね、今度は武井絵美の笑顔が見てみたいということで、まあ、笑顔が素敵ですからね、うん、で今度の10月クールではフジテレビの全てが F になるで登場、うん、こっちでは笑顔を見ることができるかどうか、うん、それも楽しみですね、うん、で次に日テレ系で言えば金田一少年の事件簿ネオですね、うんうんうん、まあ土曜日じゃないですか、うん、で子供も一緒に見てて、うん、主演がね山田君でね、うん、漫画ですからもっと見やすい分かりやすいかなと思ってるんですけど、うん、よう人死にますねあれでなんかねそのコマーシャル入る前に順番にどん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 人死んでいってね、うん、その辺は子供の見る時間帯やしどうやろうとは思ってたんですけど、うん、まあまあでもコメディっぽくもあったし、うん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 、でまあ日テレで言えばねもう一本 ST 赤と白の捜査ファイル、はいうん、難しいというかついていけずというか1回2回飛ばしたらちょっと分かりにくくなってくる部分もあって、うん、置いていかれましたねでなんと最終回の最後はもういかにも映画に続くっていうね、はい、ちょっとあざとすぎるやり方で終わったけど、うん、まあね藤原竜也連ドラ久々の主演ということで、はい、これはこれで良かったと、はいうん、で次は TBS 家族狩り、うん、もう見てしまいました ね、 ねえ、うん、まあちょっとむちゃくちゃな事件やでっていう事件ばっかりやったんですけど、うん、それが逆に引きつけられたというか、ああああちょっと来週はどないなんねやろみたいなのもあって、うん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 、もうずる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 と見てしまいましたね、うん、あの真犯人っていうのはかなりショッキングだった、はい、まあまあねええ人やったんちゃうのっていうのはありましたからね、うんまあなんと言ってもね、うん、財前直美があれほどの悪役っていうのはこれはこれで珍しい。そうですね、うん、まあだからそこは友情出演ってなってたけど、はい、そういうのも結構関係あったんじゃないかと。なるほどね、うんうん、でまあ TBS 他には日曜劇場親父の背中、はい、まあ、これも1話完結やったんで、うん、ちょこちょこ見る予定やったんですけど何話かは見てたんですけどね、あのやっぱり日曜日どうしても出かけてたりとか、うんうん、取り損ねてたりとか、いつの間にやら日曜劇場自体が抜けてしまってましたね、
うんうん、まあね、最終回の視聴率がね、はい、なんと 6.2、うんうん、まあ、これが最低でね、はい、うん、平均で 9.4、うん、最高が初回の 15.3 ということで、うん、まあ、日曜劇場の原点1話完結、これを新たに試みたんだけど、果たして成功と言えるのかどうか。で、TBS はもう一つ、同窓生、人は三度恋をする。はい。なんかドロドロした感じで、なんかもう昔の懐かしい話は綺麗なままにしといてよっていう気持ちがあって、離れちゃいましたね。で、まあ同じね、ドロドロ好きだったらね、はい、どうしても、フジテレビの昼顔の方を見ると。そうですね。うん、まあ、週に2本もね、同じような不倫ものっていうのもね。うん、で、ちなみにね、はい、テレビ東京系列は、はい、これ深夜に本当にね、まあ、一風変わったドラマやってて、はい、これがいろんなところで評判がいい。はい、まあ、筆頭格なのが、うん、松重豊主演の孤独のグルメシーズン4。はい、ね、はい。で、それからまあ、今回は、うん、壇蜜主演で、アラサーちゃん無修正、うん。タイトルだけ面白そうですもんね。うん、で、壇蜜かなり露出して、うん、それこそね、匿名探偵があっさり負けるほどのエロチックさ。さすがテレビ東京ですね。で、それからね、はい、青い炎、はい、うん、勇者ヨシヒコシリーズの福田雄一脚本で柳楽優弥主演というね、うんうん、まあこれもなかなか味があったというか、うん、まあとにかく近頃のテレビ東京の深夜ドラマ、はい、本当に無視できないというか、うん、侮ることができない、うんうん、ということで、はい、何はともあれ、10月クールドラマも、隅から隅まで、ずずずいっと、楽しみたいと思いますね。はい。